はい、チャオトゥッティー、ソウのリョウジ、パスタマニアリョウジです。今日は春なんでキャベツを使ったパスタにしちゃおうかな。ってんで、材料これですね、春キャベツね、柔らかいよ。から、これはシラスです。桜エビ、あとはまあネギとかちょっと醤油隠し味ですね。あとアンチョビを使います。でパスタは今日は、ツルツルのパスタですね。これは業務用サイズなんだけど、まあ、ディベラっていう会社、南の方だよね。だいたいこれは乾麺を使うのは南の方が多いです。で今日も例によって 2.5 人前ぐらいかなを作っちゃおうかな。まあ、この乾麺ってやつはちょっとまあ黄色っぽい、まあ、バリラなんかがそうだよね。まあそれが代表的なメーカーですけど、これだいたい 1.7 ミリぐらいだから、まあ、ちょっとコリコリシコシコしたような感じのパスタが作れます。でこれまた置いちゃうね、はい、さてで、これはね、入れ時間が確か8分なので8分タイマーかけます。はい、まずオリーブオイルでガーリックオイルにしちゃう。まあオイルはたっぷりめね。それでこれをこうしてニンニクを混ぜ入れます。で、冷たい状態でこれ入れるってね、まあ、大体こう教科書ではそう書いてる。はい、でここで火にかけるんですね。まあニンニクはね、やっぱ焦げやすいんですよ。だからすごく丁寧に火を通さないとダメです。そうしないとやっぱ焦げちゃったニンニクってあんまり美味しくないよね、やっぱね。で今火にかけてますけども、まあ、これちょっとこうふつふつしてきたら弱火にこう落としてじっくり火を入れていくか、そういう感じですね。でこのパスタが茹で上がるまで7分しかないから、その間にこのソースを作るっていうことになります。この辺りみんな面倒くさくてレトルトとかこうに走っちゃうでしょ。レトルトははっきり言ってね、レトルトシューっていうさ、レトルトの独特の香りがあります。で、保存料とか増年なんとかとかもうわけわかんないやつが山ほど入ってるんで、まあ基本的にその美味しい料理食べようと思う人はレトルトに走っちゃダメよね。でまずはこのニンニクで、ガーリックオイルに状態にするってことになります。ちょっとこう傾けるといいんだよね。またこうふつふつとこうほらね、だんだんこれがきつね色こうなってくるんです。そうしてる間にもこのパスタの方に気を使う。今日はキャベツとこのアンチョビだね。このキャベツとアンチョビが結構主役で、準主役がこのペペロシラスと車エビ、あ桜エビだ車エビじゃねえ車エビはでかい桜エビね、になってきます。でまずはじゃあね、桜エビから、桜エビと、シラスからいっちゃうかな、はい、まずはこうシラスを入れちゃう。で次に、桜エビも入れちゃおう、はい、でそこにキャベツね。春キャベツはね柔らかいからね美味しいんだね。でちょっと火を強くして炒め始めます。はい、でこいつにちょっとワインもね入れちゃう。でアンチョビはね、まあ切ってもいいんだけど切らなくてもいいです。で結構溶けてきちゃうんで、アンチョビを
入れる際はですね、まあこんな感じね。これはもう姿のまんま食べてもらいたいのためにこう生でこう入れますけど、ただ味付けだけだったら別にあのペーストでもいいんですけど、こうやってこうキャベツとアンチョビの相性っていうのがとてもいいので、あえてこうやって丸まま入れちゃいますね。であまりこの、形が崩れないように優しく優しく、まあ、混ぜ合わせて、まあ、だいぶいい感じですよね。で塩気がもうアンチョビとシラスと桜エビから出てくるんで、あえて塩気は足さない方がいいと思う。まあ胡椒ぐらいだね。これ例によってあの4色のブラック、ホワイト、ピンク、グリーンペッパーのミックスです。でこれでほぼもうソースは終わりなんで、ちょっとだけお塩入れるね。ちょっとこんなちょっと隠し味です。ではもう火止めてちょっと待ってみましょうか。で半分ぐらいこのネギをね、まあ、ちょっと和風になりますけどネギ半分ぐらい足しとく。あとは飾りで使います。これで大体もらってるな。で最後ちょっとこれ汁気がないので入れ汁を多少足します。一旦ここで茹で具合をチェックします。OK。で、茹で汁をちょっと足しながらこう入れる感じですね。少しだけ足します。足しすぎダメよ。ちょい。で、足んなければ足していけばいいんです。弱火にして、ここでこう混ぜ合わせるんです。煽りってのは結構めんどくさいよね。まあでもこの煽ることによってやっぱりよく混ざってくれるんで、これはマスターしておいた方がいいよね。この昔はね、だいぶこれ苦労しましたよ、混ぜ合わせるの。これ煽れないんだよね。あ、そっか、砂で練習するのかとかさ、いろいろと試しはしましたが、まあ、これでもう大丈夫。はい、で完成ですと。最後ちょっと味見させてもらいますね。うまくできてるかどうか。オルトボーノ。これはうまいわ。でまあ醤油とかね、本当にそんなたくさんいらないです。だこうキャベツのパスタとかってね、こう和風になりがちだよね、どうしてもね。いやそれでいいんですけどね。しかも桜エビとかイタリアないし、いませんよ桜エビ。ということでこれにネギを散らして完成です。ムリとか加えてもうまいよ和風で。もみ塗りとかね、刻んで加えてもうまいね。あと OK、完成しました。じゃあ食べようか。ああ春だね、やっぱね、キャベツはうまいよ。どうだろうか。うん、なんかいい感じですよ。めっちゃうまっ。やばっ、これやばいわ。うん、いやこれね、我ながらすごい。これ
超うまいんですけど、あのお醤油もねちょびっとしか入れなかったでしょ。あれやっぱポイントだね。ちょびっとの方がいいです。いいね、これはワインが進みますね。なんかあのバーとかでさ、おつまみ系でこう出されてもこれいいかも。うん、そのぐらいなんかこう完成度高いね。あーうますぎる、ほんとうまい。これねえ、またキャベツが柔らかいんだよ。うん、実はさっきまで腹空いてなかったわけよね。もう食べたらもう止まんねえこれ。いやーこれうまい。参りました。ってことでね、ぜひ作ってみてくださいませ。春キャベツとアンチョビ、副素材はシラスと桜エビです、ね、これを混ぜ合わせたちょい和風の、まあ、ペペロンチーノって言ったらいいのかね、まあ、ペペロンチーノですかねを今日はお届けしました。ではまた、週 1,2 回はこれアップするんで見てくださいね。チャオ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 。